このキリンは遠くから見たら、これレゴなのかって思っちゃいますよ。このレゴクリエイターサファリの動物は気合入ってるどころか気合入れすぎてますね。チャンネル登録およびメンバーシップへの登録をお願いします。皆さんこっちです。ジェイソウルゴブルダーヒラヒラ。はい、今回紹介するレゴはこちら、レゴクリエイターサファリの動物です。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは今年の元日に発売された新しいレゴクリエイターです。実を言うと僕は元日に発売されたレゴクリエイターの中でこれを作るのが一番楽しみにしてました。はい、箱はこのようになっていて、この箱のキリンの完成度がもうこの時点でめちゃくちゃ高いです。で、このキリン以外にこの木とフラミンゴが作れます。そしてこちらはレゴクリエイターなので、キリンとフラミンゴ以外にライオンとチョウとガゼルの親子に組み替えることができます。箱の後ろはこんな感じです。こちらの定価は9280円で、ピース数は780ピースです。ちなみに今年のレゴの一部の製品はビニール袋じゃなくて紙袋になりました。前回作った赤いドラゴンがビニールだったんで、このサファリの動物は大きさ的に多分紙袋なんじゃないかなって思います。せーの、よっあ、ビニールだ。あー、紙袋じゃない。今回のサファリの動物は紙袋じゃなくてビニールになってます。ってことは今年発売されたレゴクリエイターは紙じゃなくてこういうビニール袋になってるのかなって思います。ちなみにパーツの袋は全部で6つ入っております。今回の動画はキリンとフラミンゴを組み立てます。完成、キリンとフラミンゴです。はい、完成しました。うわ、このキリン思ってたよりめちゃくちゃでかい。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で2時間10分かかりました。キリンが1時間40分で、フラミンゴと木は30分で完成しました。僕が今まで作ってきた動物系のクリエイターの中でめちゃくちゃでかいです。はい、まずはこちらのフラミンゴから見ましょう。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。近くで見るとこのようになっていて、このフラミンゴの首のパーツは木の枝のパーツになっています。これで首を再現しているのはさすがだと思います。頭部はこのようになっていて、頭部の造形については結構簡単なものになってます。続いて胴体はこのようになっていて、胴体のこの羽の一部はハート型パーツになってます。上から見るとこのようになってます。尻尾もハートパーツが使われております。続いて足はこのようになっております。フラミンゴといえばこの細長い足が結構特徴なんですけど、それもちゃんとレゴで再現されているのがさすがだと思います。ちなみに台座はこのようになっております。ちなみにフラミンゴは先ほどの台座がないと、はい、このように倒れちゃいます。なのでこのフラミンゴは台座ありきになります。このフラミンゴは首がこのようにぐるっと回転して、頭部はこのようにぐるっと回転します。尻尾はヒンジでここまで稼働して、足はこのように稼働させることができます。反対側も同じくこのように稼働させることができます。では大きさ比較いきます。ミニフィグとレゴマリオと並べるとこんな感じです。ミニフィグなら2.5 体分で、レゴマリオは 1.5 体分はあります。こうして並べたら今回作ったフラミンゴめっちゃ
ちゃめちゃでかいです。はい、続いてはこちらの大木を見ましょう。この大木のデザインはサバンナにあるものと、まあ、ほぼ一緒だと思います。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。では近づいてみるとこのようになっております。木の造形についてはブラウン系のパーツが使われております。これも結構リアルだなって思います。で、根元から先の部分まではテクニックパーツが使われております。近くで見るとこのようになっていて、このテクニックパーツがあることによって自然に生えている木も再現できますし、すごい生き生きとしていますので、これは結構すごいと思います。ちなみにてっぺんはテクニックパーツが使われていますので、こんな感じで自由に稼働させることができます。この木にも表情がつけられるところもなかなか面白いと思います。はい、ミニフィグとレゴマリオと並べるとこんな感じで、これは完全に大木レベルですね。はい、そしてこちらのキリンを見ましょう。先ほども言ってるんですけど、このキリンめちゃくちゃでかいです。ちょっと先に全長測ってみよう。全長はおほほほほ、はい、このキリンなんですけど全長約39センチもあります。うわ、でっ僕は箱の時点で、まあ、30センチぐらいはあるかなって思ってたんですけど、まさかの39センチ、これはめちゃくちゃでかいです。はい、全体をぐるっと見回すと、このようになっております。これ画角ギリギリなんで回すのが結構大変ですね。キリンを煽ってみるとこのようになっていて、うわ、これはすごい迫力ありますね。では近くで見ましょう。まずこちらが頭部です。頭部の造形めちゃくちゃよく作られております。ちなみにこのキリンのメインカラーはライトブラウンとベージュがメインになってます。ちなみにキリンの目はマイクパーツになってます。はい、続いてキリンの特徴の長い首はこのようになっております。いやー、長いし、この首の造形もすごいよく作られております。この首の模様も全部別パーツでなっているのがさすがレゴクリエイターだと思います。続いて前足はこのようになっております。この前足も胴体同様に模様パーツが別パーツになっていますので、すごい完成度が高いです。足のつま先は白が基調になっております。はい、そして最後後ろ足と尻尾はこのようになっております。後ろ足の造形については前足と若干似てるところはあるんですけど、ほぼ別物になっております。尻尾の先が黒いのがしっかりと再現されております。ではこちらのキリンの可動範囲について説明します。このキリンなんですけど、ボールジョイントやヒンジパーツがたくさん使われていますので、めちゃくちゃ動きます。まず頭部がボールジョイントになってますので、このように上下に動いたり、こんな感じで1回転させることができます。で、耳がヒンジでここまで稼働します。そのヒンジでこのように動かせることができます。耳が動かせれますので、このように表情を変えることができます。続いて首の根元がボールジョイントになってますので、このように動かせることができます。後ろはここまで動いて、前はここまで動かせれます。前足はヒンジになってますので、このように稼働させることができます。結構動くんですけど、途中でパーツに当たっちゃうので、ここまでが限界です。あとはこのようにハの字立ちにすることもできます。後ろはここまで稼働します。前足はあんまり動かなかったのに、後ろ足は結構動きます。で、あとはこのようにハの字立ちにすることもできます。足首はボールジョイントになってますので、このようにぐるっと回転させることができます。尻尾は根元がボールジョイントで、このようにグリグリと動いて、根元以外はヒンジでこのように動かせることができます。はい、可動範囲を生かしてこんな感じでダイナミックなポーズも決まります。ちなみにこれは箱の後ろのポーズをそのまま再現しているんですけど、いや、ここまで動いて安定しているのはさすがだなって思います。こんな感じで歩いているキリンも再現することができます。このキリンは遠くから見たら、これレゴなのかって思っちゃいますよ。はい、大木とフラミンゴと一緒に並べるとこんな感じです。おー、やっぱね、大木パーツめっちゃ似合いますね。やっぱキリンの長い首を生かして、深いところにある葉っぱを食べてるシーンも再現することができます。はい、では最後に大きさ比較いきます。ミニフィグとレゴマリオと並べるとこんな感じです。うわ、もうこれ比べ物にならないぐらいめちゃめちゃでかいです。これミニフィグサイズでもレゴマリオサイズでもないですね。ちなみにミニフィグだとだいたい10体分で、レゴマリオは7体分はあります。じゃあ続いてはこちら、じゃん、動物戦隊ジュオージャのキューブキリンと並べるとこんな感じです。キューブキリン約4体分はありますね。いや、なんかこうやって見比べてみ
見たらキューブキリンがちょっとダサく見えちゃうな。じゃあ続いてはこちら、じゃあガオレンジャーのガオジュラフと並べるとこんな感じです。もうこれ一言言うのであれば親子ですね、はい。じゃあここにキューブキリンと並べると、おー、こうやって見比べてみたらキューブキリンが動物園とかにあるモニュメントみたいな感じに見えますね。大きさはガオジュラフ約2体分はあります。では最後はこちら、よっと、オプティマスプライムと並べるとこんな感じで、オプティマスプライムよりでかい。うわ、これやばいな。うわ、やばい。オプティマスプライムより、2、3センチでかいですね。このレゴクリエイターサファリの動物は気合入ってるどころか気合入れすぎてますね。ま、個人的に強いて言うのであれば、どうせだったら口も動いて欲しかったなって思います。キリンといえばベロがすごい長いんで、まあ、それも入れたら余計すごかったんですけど、頭部の大きさ的に言えばちょっと厳しかったんじゃないかなって思います。はい、レゴクリエイターサファリの動物のキリンとフラミンゴはこんな感じです。はい、ということで、レゴクリエイターサファリの動物のキリンとフラミンゴを組み立ててレビューしていました。今回組み立てたキリンがめちゃくちゃでかくて本当に素晴らしいと思いました。まずこのキリンの全長が38センチもあって、僕が今まで組み立ててきた動物系のレゴクリエイターの中で一番でかいです。小さいパーツや複雑な造形もあったんですけど、作った時の達成感とこの迫力はとんでもないぐらい素晴らしいです。あとは付属品の大木とフラミンゴの完成度もすごい高かったので、フラミンゴと大木も楽しめれるところがレゴクリエイターらしくて素晴らしいと思いました。このキリンの完成度がすごい高かったので、次に作るライオンとガゼルがめちゃくちゃ楽しみです。次の動画ではこちらのライオンと蝶に組み替えます。はい、以上ヒロゲンでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんなら、イエーイ。